どうも、エルザレットです。それではモンスターハンターワールドアイスバーンやっていきましょう。今回はランク解放ですね、やっていきたいと思います。で、呼ばれたので調査班リーダーに話しましょう。さあ、導きの調査は順調みたいということで、緊急の任務を持ってきたと。貫け武闘家魂、結晶の地のクエストだ。学者先生たちは苦戦してて、第5機内にお願いしたいということで、何が出るのかな。歴戦2体か。ブラキとディノバルド、やりたくない。不安は残るな。さあ、武闘家魂やっていきましょう。まあ、幸い救難発進はすぐできると。そうだね、どっちとも対応なら免疫。いや、意外と免疫じゃなくてあっちの方がいいかな。相違変えよう。免疫を耐熱に変えて、これで多分良くなるはず。良くなるはずだね。ではやっていこう。さあ、食べて下に降りていこう。まだね、歴戦なんでうまいこと集めたいところではあるね。君とここでの対面は嫌だね。あった、クーラー。あ、しかも比較的近くにいたか。相手するならブラキから行こうかな。さあ、こっち側に来てくれ。壁ドンしたい。マジか。しかもそこやばいやばいやばい。いやー、こっち来なさい、こっち。ああ、おとりか。いやー、ちょっと猫ちゃんこっち。いまいち。これで当たるけど下が嫌だな。さあ、まず傷つけて。22か。マジか。
胴体に傷つけないと全くだな。つける。その尻尾がめっちゃいいね。ランゴスターが若干縦になるっていうね。ナイス。あ、違う。時間の問題な気がしてきたな。とりあえず集めるだけ集めておいて、さあどなたか入ってきてくれましたね。ドンと。さあ怒った。マジか、今のダメか。痛いね、それは。あれ？ちょっと待った。どうしたもんかな。どう、拡散ヘビーか。流行ってるよね、拡散ヘビーは。ただそもそもヘビーガンナーを使い切れてる人かどうかでだいぶ変わるんだよね。嫌な予感がするな。その使い方危ないね。やっぱガンナー多いな。で多分鉄鋼かな、ライトボウガンだったら。まあ勝てばいいんだけどね。はい、マジか、ただ怒らせただけ。いやーマジかー、ダメだよー、ちゃんと回さないと。
もったいない。さあ、とりあえずブラキを早く片付けたいね。まあ、その後のディノバルドも怖いんだよな。そうそう、これだけ揃ったらそろそろ近くで接撃でダメージ稼いでもいいかもね。さあ、ダメージも乗ってきたね。その尻尾が地味に痛い。さあ、地味にハメが入ってるぞ。痛いね、飛竜。めんどくさいな。邪魔だなぁ、雑魚。ちょっと待って、なんだかんだね、君邪魔。ことごとく回復邪魔されたからね。めっちゃ来るじゃん。おー、ランゴスタ。ランゴスタか。マジか。にしても傷つけないね。危ない。
この装備はどんどん使おう。で、また移動か。付け根が弱いとは思うんだけど、やっぱライフは低めだね、2体に分かれた分ね。てか足引っ張ってたんなら、さあ捕獲完了。あとは片方、わざわざ丁寧に狩る必要はないからね、捕まえるだけで十分。報酬も上がるし、ただこのシビア穴の位置だよね。はい、こっち、ナイス。ですよね、一発で死ぬんだよねあれね、ほんと弱点装備だと。そう、先にルノバルでやっておくのもありなんだけど、基本フルだよね、こいつの時はね。で、2回来るのが当たり前と思っておかないと。あまりね、あっち側に行かせてくないのよ、正直なところ。さあ、はじけ取って。できるだけ弾けのアイテムで危ない時にキャンセルさせないとね。危ない危なかった今の。
そう、そこ継続ダメージ入るとでかいんだよね。いやー、V 破壊しないと通らない。あと傷だよね、傷入ってないもんね。やばいやばいやばい、マジか。ちょっと警戒しなさすぎだって、いくらなんでも。さあどうしたもんかね。まあ弾かなくてそのままやってみるけど、他人のうちが一番きつい毎回のことながら。それいけるギリ、ナイス。さあ追い込んでるように見えてもっていうのがね、ディノバルトはね。移動か。問題は味方が罠持ってきてるかどうかで難易度がだいぶ変わるね。おい、爆発。ドーン、よし。うまいこと V 破壊はいったね。あーダメか、怒ったか。おナイスノリ。さ、援護。
これゲットして、あ、切れない？さあ、僕はもう使ったんで。ナイス、派手にいったね派手だった派手。いやー、二落ちした敵どうなるかと思ったけど、二落ちはビビるね。いや、ほんと、さ、誰かレアが出たみたいだね。まあ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 、なんとかクリアですな。まあギルドカードはちょっと後でにしたいと思います。そうだね、あ、いろいろハイギアらなんやらバレるからね。まあでも弓もそろそろ火力上げていかないとっていう感じなんだよね。この状態で体験の方がもっとダメージいいんじゃねえかっていう気もしなくはない。さあ、歴戦だけどやっぱ弾出ないんだね。頭、まあ一個も点格はなしか。お、上限解放6になりましたね。さあ、ハンターランク71に上がりましたね。さあ、特にこれで何かあるってわけじゃないんで、またハンターランク上げをする感じになるのかな。やるわよ。とりあえずどんどん解放していって、お、ヤンバルールは出た。出さないとね。木が2人か、2人これつらいね。まあまあ、でも出てるだけありがたいっちゃありがたいか。はい、ということで、お、解放 OK。 これで、そうですね、一応ランク解放終わりましたんで、またあと何個かあるのかな、ランク解放ね。またそちらも、マスターランク上げてから挑戦したいと思いますので、一時間が空くかなと思います。まあ、あとは導きの地で特殊なモンスターが出たらそちらの方も、やっていこうかなと思ってますので、ぜひ楽しみにしてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。